オリンピックのサッカー競技。オリンピックのサッカー競技は、下級オリンピックで行われるサッカー競技である。男子競技と女子競技が行われており、そのうち男子については1900年のパリオリンピックから非公式ながら競技が行われ、1908年のロンドンオリンピックから公式種目になり、1932年のロサンゼルスオリンピックを除いて、毎大会見されている。 また、女子は1996年のアトランタオリンピックから実施されている。英語での表記はフットボールである。オリンピックの創世期においても、すでにサッカーは世界的にもメジャーなスポーツの一つとなりつつあった。記録が完全に残っていないものの、第一回大会となるアテネオリンピックからすでに公式に試合が行われている。 第4回大会のロンドンオリンピックから公式に競技が行われている。サッカー競技で初めて金メダルを手にしたのはイギリス代表であった。サッカーがオリンピック競技として始まった19世紀から20世紀への世紀転換期においてすでにイングランドではプロフェッショナルの選手が当たり前の存在となり、この影響を受けて他のヨーロッパ諸国でも 実質的なプロフェッショナルプレイヤーが誕生しつつあった。さらに正式種目として採用された1900年代末にはヨーロッパ各国でこうしたプロフェッショナル化へのアマチュア側の最後の反抗が試みられていた時期に当たっていた。そのためサッカーとあくまでアマチュア主義に固執する国際オリンピック委員会 IOC の関係は決して良好なものではなかった。 1904年に結成された国際サッカー連盟 FIFA はアマチュアのみが出場するオリンピックではなくアマチュアとプロフェッショナルの両方が出場可能なサッカーにおける真のナショナルチーム世界王者を決める大会として FIFA ワールドカップを1930年に開始したなおワールドカップという名称を最初に用いたのはサッカーである以降アマチュアのみしか参加できないオリンピックサッカーは 急速に興味が失われていった。また、従来あったサッカー組織と各国別にオリンピック委員会を組織し、それに基づいて出場するというオリンピックとはいくつか矛盾する点が見られた。こうしたサッカーとオリンピックの矛盾を最もこむることになっているのがイギリスである。1912年の時点ですでにプロ化が進んでいた。イギリスは オリンピック検証のアマチュア条項を守った上、最強のナショナルチームを組織することは、すでに事実上不可能であった。イギリスは FIFA から、イギリス本土4協会、イカエ本土4協会、イングランドサッカー協会、スコットランドサッカー協会、北アイルランドサッカー協会、ウェールズサッカー協会及び、イギリス海外領土6協会、モントセラトサッカー協会、イギリス領、 バージン諸島サッカー協会、ケーマン諸島サッカー協会、タークスカイコス諸島サッカー協会、バミューダ諸島サッカー協会、アンギラサッカー協会の各代表をそれぞれ認可されているが、そのままでは国内オリンピック委員会単位としての参加し、認められないオリンピックには出場できない。オリンピックを主催する IOC は、イギリス本土においては、イギリスオリンピック委員会、 ボアのみを認可しているので、オリンピックのサッカー競技には、A 本土4協会それぞれで出場することはできない。IOC は、イギリス海外領土のうち、バミューダ諸島、イギリス領、バージン諸島、ケーマン諸島の3地域の国内オリンピック委員会を認可しているため、それらの地域はそれぞれオリンピックに出場できる。当初はオリンピックにのみ特例として、イギリス本土では、A 本土4協会が、 サッカーイギリス代表を結成して参加していたが、名前はイギリス代表、中身はイングランドアマチュア代表主体、協会間の確執が絶えず、現在はオリンピックの欧州予選を兼ねる UEFAU-21 欧州選手権で、A 本土4協会のいずれかが、本大会出場権を獲得する順位に入っても、自動的に出場権を放棄している。 自国開催となる2012年ロンドンオリンピック、男子は U-23、女子は A 代表では、一時は久々にイギリス代表を結成する動きもあったが、A 本土4協会のうち、イングランド以外の3協会が反発。結局、混成チームは A 本土4協会の自立を脅かすとの理由から、イングランド代表が単独でイギリス代表として出場することを決定し、 フィファーも2009年総会で一旦はこれを了承した。しかし、ボアを中心として、調整をした結果、A 本土4協会統一チームの結成で合意したが、最終的には、ロンドンオリンピックに出場する本登録の選手8名中、男子はイングランドから13名、ウェールズから5名選ばれ、スコットランドと北、アイルランドからは選ばれなかった。女子は男子とは異なり、 イングランドから16名、スコットランドから2名選ばれ、ウェールズと北アイルランドからは選ばれなかった。オリンピックのサッカー競技に対する位置づけは男子と女子でその捉え方に若干の違いが見られる。女子競技は女子ワールドカップに並ぶ権威ある大会として扱われ、オリンピック自体の注目度を利用して国際サッカー連盟 FIFA も 女子サッカーの普及のために大会に対して大胸、協力的であ。また、女子ワールドカップは、オリンピックの前年に開催されているため、各国はオリンピックを一つの区切りとしてチーム作りを進める。これに対して、男子競技は、ワールドカップと U-20 ワールドカップの間の中途半端なカテゴリーとして捉えられることが多い。アジア、アフリカ、北、中米カリブ海。 南米の諸国は若年層の強化、あるいは五輪という大会のステータスを重視して力を入れることが多いのに対し、欧州では同年に欧州選手権があることも関係し、年齢制限付きの大会であるオリンピックサッカーへの注目度は極めて低い。また、シーズン開幕直後の時期の怪我や疲労を恐れ、ところ属する選手を五輪に出場させることに消極的なクラブも多い。 特に優秀な選手を抱える欧州のビッグクラブでは、それが顕著であり、欧州各国はもちろん、非欧州各国においても、欧州クラブ側の抵抗によって、ベストメンバーを揃えるのに苦労するサッカー協会、少なくない。2008年の北京オリンピックでは、ベストメンバーを揃えようとするブラジル、アルゼンチンの両サッカー協会と、 選手の参加を拒む欧州のクラブとの対立が激しくなった。フィファはクラブに対し国際 A マッチと同様にゴリへの選手参加を妨げないよう指示したが FC バルセロナの訴えを受けたスポーツ仲裁裁判所 CAS が2008年8月6日クラブには選手を逸は男子サッカーに解放すべき法的な義務はないと結論づけた。そのため、たとえ いつは男子本大会でもクラブ側が代表招集を拒否できることになっていた。その後、FIFA は2012年3月29日から30日の FIFA 理事会でオリンピック男子本大会に出場する代表に選出された23歳以下の選手、厳密にはオリンピックが行われる前年の12月31日時点で23歳未満の選手の代表招集をクラブ側は 拒否できないと決めた。なお、24歳以上、厳密に言えば、前年の12月31日時点で23歳以上の選手のオーバーエイジの選手については、クラブ側が、逸話代表招集を拒否できる。フィファは、この逸話男子派遣義務決定事項は既存の、フィファ規則で強制力を持たせられるとの考えを示した。強制力の根拠として、選手の地位に関するフィファ規則の フィファ理事会の特別決議に基づく選手の派遣義務を引用している。なおフィファは2016年リオデジャネイロオリンピックについてはクラブ側が代表招集に応じる義務はないとする一方、選手がオリンピックの場を経験できるようクラブに働きかけていくとしている。フィファは2009年3月に選手の年齢制限を21歳以下に引き下げる方針を定め、 同年6月の FIFA フフ総会に諮ることを決定した。IOC は収入が見込める競技の一つである男子サッカーに世界的に著名な選手が多く出場することを希望し続けており、この年齢制限改定に対してはいつは競技からの除外や参加チーム数の削減を持ち出して抵抗した。これに対し FIFA フフは2009年総会における議題から年齢制限変更案を取り下げ、 大対案として、ワールドカップに出場経験のない選手であれば、年齢に関かかわらず出場可能とする、モスクワオリンピックとほぼ同様の参加資格を提案した。2009年12月のフィファ理事会では、2012年のロンドンオリンピックにおける男子サッカー競技は従来、通りの23歳以下、オーバーエイジ再三人で行うこととした。 ロンドンオリンピックの次回大会の2016年のリオデジャネイロオリンピックについても2010年6月のフィファ総会で従来通りの23歳以下オーバーエイジ最大3人でうことを決定した。多くのスポーツ競技が最終目標としてオリンピック種目への採用を目指す中でオリンピックへの協力を渋る競技側と それを引き止める IOC 側というサッカー界の構図は異例であり、オリンピックをしのぐ規模の国際大会を持つサッカー特有のねじれ現象だと言える。2000年のシドニーオリンピックから、逸話開会,会式の数日前にサッカー競技のグループリーグが開始されている。ただし、開会式に先行して試合が行われた期間は公式なオリンピックの開催期間には入れられていない。 オリンピック検証には、競技期間は16日を超えてはならないとあり、開会式を含めると17日間がオリンピック開催期間である。1996年のアトランタオリンピックまでは、サッカーも開会式後から日程が組まれていたが、中1日の過密日程を強いられていた。サッカー競技が開催される夏季オリンピックは、北半球の夏に開催されることが多く、 暑さによる選手の健康面の悪影響が懸念されていた。そのため、FIFA が IOC と協議し、グループリーグに中2日の間隔を取るため、特例で開会式よりも前倒しでサッカーを開始することがシドニー五輪から認められた。日程と参加チーム数の関係から、試合会場は、広域、主会催都市から数百キロ離れた都市にわたる複数の会場で行われることも多い。 IOC からの通達により、北京オリンピック以降は、FIFA ワールドカップやその予選、各大陸別選手権などで使う、通常の代表用ユニフォームとは別のユニフォームを着用している。胸の各国サッカー協会、連盟マークやサプライヤーのデザイン、アディダスの三本線などの使用は禁止され、多くは胸に各国機マークをつけている。ただし、 各体陸別連盟が主催するオリンピック予選では適用されず通常のユニフォームが使われる。サッカーが公式に競技として採用されたのは1900年のパリオリンピックからであるが1896年のアテネオリンピックからすでに非公式に試合が行われておりアテネのチームがトルコのイズミルのチームとさらにこれに勝った。 イズミルのチームがスウェーデンのチームと試合を行った。1900年のパリオリンピックではサッカー競技が公式に開催された当時は旧ゴシラへのチーム同士で試合を行っていた。一部のチームには外国人の選手が混じっていたという。1906年のアテネ中間大会にはデンマークがアテネのチームを9-0で下して勝ったという記録が残っている。 FIFA は1908年のロンドンオリンピックを逸話における初の正式種目としてのサッカー競技としており、この大会の頃から国別対抗戦という性格が固まる。1930年に FIFA ワールドカップが始まり徐々にその権威を高めていくと、FIFA はアマチュアだけに出場資格が認められたオリンピックに対してだんだんと興味を持たなくなるようになっていった。 1932年のロサンゼルスオリンピックでは完全に種目から抜け落ちたのにはこうした背景がある。第二次世界大戦後には FIFA がアマチュア主体のオリンピックからプロフェッショナル主体のワールドカップに完全にその軸足を移すようになった。こうしたアマチュアとプロフェッショナルのギャップをついてオリンピックでの競合国として登場してきたのがソビエト連邦をはじめとする共産主義国 いわゆる東側諸国である。東側では報酬を国家からもらい、競技に専念できる環境が整えられながらも身分は国家公務員イコールアマチュアとして維持できるステートアマという形態が状態化しており、プロを送り込めずアマチュア選抜で臨む西側諸国に対し、ほぼ A 代表に等しい編成で代表チームを参加させることができた。 こうした東側の国々が1952年から1980年まで8つの金メダルを独占した。この機会それ以外のメダルもデンマークの銀が1回、銅メダルはスウェーデンと日本が1回ずつと、ほぼ全てのメダルを東側が独占的に手に入れる時代に突入した。なお、メキシコシティオリンピックにおける日本の銅メダルは男子サッカー競技における アジア勢初のメダル獲得である。東側諸国に有利なこの状況を打破するため、FIFA は1980年のモスクワオリンピックからワールドカップの予選もしくは本大会に出場した欧州と南米の選手は逸話に出場できないことに、したがソ連のアフガニスタン侵攻に反発した西側諸国、モスクワオリンピックをボイコットしたため、東側諸国の優位が続いた。 結果的に各国のオリンピック代表チームは非常に若い年代で構成されたチーム編成となり、後の年代別代表の一環としてのオリンピック代表の原型が形作られた。こうした状況に変化をもたらしたのは1984年のロサンゼルスオリンピックでの IOC によるプロ参加の容認であった。当時のオリンピックにおけるプロ解禁という潮流の一環であったが、 これは IOC と FIFA の間に新しい対立を引き起こした。すなわち集客性に富んだサッカーの充実を図りたい IOC、プロ解禁したので A 代表をオリンピックに出す要要請と FIFA ワールドカップのゲントプレミアを守りたい FIFAAA 代表をオリンピックに出せばワールドカップの意味がなくなるの利害の対立である。最終的にはロサンゼルスオリンピックでも モスクワオリンピックと同様に、ワールドカップの予選もしくは本大会に出場した、欧州と南米の選手は逸話に出場できないことにした。この大会では、ほとんどの東側諸国が出場をボイコットした影響も大きいが、これまでの東側諸国優位を覆し、フランスが優勝、ブラジルが準優勝を果たした。FIFA は1988年のソウルオリンピックから、 本大会時点で23歳以下の選手の大会にする方針だったが IOC の強硬な反対によりロサンゼルスオリンピックと同じ出場資格の大会になった。1大会遅れて1992年のバルセロナオリンピックから現在まで続く23歳以下の規定が導入された。つは本大会時点で23歳以下の選手のみの大会。 厳密に言えば、逸は前年の12月31日時点で23歳未満の選手のみの大会。これにより、オリンピックにおけるサッカー競技は U-17 ワールドカップ、U-20 ワールドカップと並ぶ年代別世界選手権大の一環として再編成されることになった。バルセロナオリンピックの観客数が思ったほど伸びなかった IOC は、 A 代表を出場させるよう改めて FIFA に要請したが FIFA は再度拒否。妥協として1996年のアトランタオリンピックから本大会時点で23歳以下の選手という出場資格はそのままで本大会のみ24歳以上の選手オーバーエイジを最大3人まで加えることができる子にして現在に至る。女子の競技は1996年の アトランタオリンピックで採用され、最初から女子 A 代表の大会として開始された。オリンピックにおける男子サッカー競技に関する現行のフォーマットは以下のようになっている。オリンピックにおけるサッカー競技に出場する選手には年齢制限が設けられている。規定ではオリンピックが行われる前年の12月31日時点で23歳以下の選手に出場権がある。したがって、 オリンピック代表のことをしばしば U-23 代表と言い換える場合がある。大陸別予選でも本大会への出場が可能な選手でチームが構成されるのが基本であるが、欧州では予選に当たる大会の上限年齢の選手は、つは本大会時に年齢が24歳になってしまうので、オーバーエイジに選出された選手以外は規定に合う選手に入れ替える、口実。また、 南米は予選に当たる大会の上限年齢の選手でも、逸話本大会時には20歳以下のため、逸話規定の年齢上限の選手に入れ替える、後日、アジア地区予選では、本大会の前々年には21歳未満の選手に、本大会の前年では22歳未満の選手に、出場権が与えられる。これらから逸話出場を目指す代表チームを、U-21 代表。 U-22 代表と呼ぶ場合もある。戦術の通り、本大会に限り前年の12月31日時点で23歳以上の選手を最大3人まで加えることができる。各大陸別に予選を行う。FIFA ワールドカップと同様、各大陸に出場枠が割り当てられ、予選の方式は各大陸のサッカー連盟に方法が一任されている。 このため予選の方法が毎回変わることがある。開催国を含んだ各大陸別のオリンピック出場枠は以下の通りである。2012年ロンドンオリンピック基準。2004年アテネオリンピックではアフリカ4枠アジア3枠。北京オリンピックではアフリカ3枠アジア4枠。開催国枠1を含むとされた。出場枠の配分においては、 フィファワールドカップの予選と同様の大陸間、プレーオフが導入される場合もあり、2000年以降では2000年、シドニー大会及び2012年ロンドン大会で導入されている。2016年リオデジャネイロ大会では、逸は独自の予選を開催したのは、北、中米カリブ海、サッカー連盟、コンカカーフのみであった。当初は全試合ノックアウトトーナメントで行われて、 いたが、その後1960年ローマオリンピックより一次ラウンドはグループリーグ方式で実施されるようになった。1964年東京オリンピック以降は、一次ラウンドは出場16チームを4チームずつ4組に分けて1回層あたりのリーグ戦を行い、各組2位までの8チームでノックアウト方式の決勝トーナメントを行っていい。他の競技ではこのリーグ戦に予選、 プレリミナリーという用語が使われるが、サッカーにおいては、当初より、ファーストラウンド、または、ファーストステージとしており、東京オリンピックの組織委員会及び、日本中級協会はこれに、一次リーグという訳語を、使用するよう要請した。オリンピックにおける女子サッカー競技に関する現行の、フォーマットは、以下のようになっている。女子には、年齢制限はない。以前、 男子に制限として設けられたワールドカップに出場した選手はオリンピックに出場できないという制限も設けられていない。参加国数は FIFA フフ女子ワールドカップより少ない。最初の2大会、1996年アトランタオリンピック2000年シドニーオリンピックは、それぞれ前年の FIFA フフ女子世界選手権、現 FIFA フフ女子ワールドカップが予選を兼ね、 上位7チーム及び開催国の計8チームで競技が行われた。2004年アテネオリンピックからは男子同様に各大陸ごとの予選により出場チームが選出されることになった。男子同様予選の方式は各大陸のサッカー連盟に一任されている。2008年北京オリンピックからは本大会進出チームは12チームとなっている。 2012年ロンドンオリンピック2016年リオデジャネイロオリンピックの大陸連名別出場枠は以下の通りである。開催枠イコール前者はイギリス、後者はブラジルを含んだ数。なお2008年北京オリンピック2020年東京オリンピックではアジアの出場枠を開催国枠、前者は中国、後者は日本を含めて3都市、アフリカ及び南米を それぞれ1.5枠とした大陸間プレイオフを実施。ヨーロッパ地区については2004年アテネ大会以降も FIFA フフ女子ワールドカップを予選として用いている。ただし方式は変更されており、ヨーロッパのチームを FIFA フフ女子ワールドカップの成績で食らいつけし、オリンピックへの出場チームを決定するものとしている。南米地区については北京オリンピックより、 オリンピックの2年前に実施されるスダメリカーのフェメニーノが予選を兼ねており、女子ワールドカップ、オリンピック前年に実施の出場国と同に決定される。2016年のリオデジャネイロ大会までイギリスとハンガリーが最多の3度の優勝を誇っている。FIFA ワールドカップで最多優勝回数のブラジルは2016年に 自国開催のリオデジャネイロ大会で有するまで一度も優勝をしたことがなかった。これは前述のアマチュア規定が長年続いたことによることが大きい。また、戦後の優勝国については、その国が2年後の FIFA フフワールドカップで優勝したことはない2018年 W 杯現在、逸話代表と A 代表では、たとえ監督が同じだとしてもメンバーが異なることが、 発的であるため、逸話の結果が必ずしも A 代表には直結しないと言える。例外もあり、2004年アテネ大会金メダルのアルゼンチンや4位のイラクは、それぞれ逸話直前のコパアメリカ、アジアカップを五輪とほぼ同じメンバーで戦っており、A 代表が五輪に送り込まれたと言える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。